宮城県石巻市。地元の大学が被災地の産業復興を目指して商品開発に取り組んでいます。石巻専修大学です。東日本大震災ではボランティアの活動拠点になり、被災した住民を支援しました。震災では学生6人が犠牲になりました。経営学部の石原真嗣先生と理工学部の鈴木秀勝先生の研究グループです。地元の企業や団体と連携して地域の食文化を生かした商品開発に取り組んでいます。地方同士が連携しながら、それぞれの地域の資源を使いつつですね、新しい商品を開発していけたらなと考えております。石巻市飯野川地区にある道の駅です。ここではサバ出汁ラーメンが提供されています。この地区に昔から伝わるサバの出汁やサバ節を使う食文化を生かしたあっさり魚介系ラーメンです。大学が震災で被災した地元の水産加工会社、製麺会社、小麦生産団体と連携して商品開発しました。麺は宮城県産小麦雪力を使用し、サバの骨が入っています。この地区の飲食店で提供されています。こちらはカニだしラーメン。宮城県産小麦のストレート麺と鳥取県境港のカニだしスープのコラボです。鮭だしラーメンもあります。宮城県産の銀鮭エキスを使用したトリプルスープです。こちらは鶏のどぶ漬け唐揚げ。飯野川地区で昭和の時代から親しまれてきた甘辛だれの唐揚げです。地元のスーパーやデパートなどを中心に家庭用商品も販売されています。石巻市内のイベント会場です。この日はサバ出汁ラーメンと石巻焼きそばを提供します。学生たちが地元の連携事業者と一緒に店開きの準備を進めていました。営業を始める前にサバ出汁ラーメンを作って味を確認します。サバが入れます。サバ節粉ですね。これがやっぱり決め手でございました。もともとサバ出汁ラーメンが味が薄いんですけど、そのスープの調整だったりがやっぱりムラが出ないようにしないといけないので、こちらで、はい、ちゃんと調整して作りたいと思います。被災した企業はいろいろな問題を未だに抱えている部分が多いと思いますので、我々こういった商品開発で何か地域に貢献できるような活動ですね、これからも続けていきたいなというふうには考えております。商品開発には大学の専門性が生かされています。理工学部の鈴木秀勝先生のグループは食品の分析加工、環境などをテーマに魚の町石巻を水産加工技術で元気にしようと研究しています。宮城県の鮭といいますのも、海外産のサーモンに負けていたりするので、銀鮭のいいところを探す研究をしています。ここ石巻は水産加工として有名なんですが、そこにはたくさんの水産加工廃棄物が出てきます。例えばこういう頭とか内臓とか出てきます。私たちはこれを分析しまして、その中から有用なものを見つけまして、そしてそれをさらに商品として売る仕事をしております。こうした研究が商品開発を支えています。一方、石原先生のゼミは被災地の産業復興を目指して地元企業と商品開発の手法や異業種連携を研究しています。商品開発ではマーケティングリサーチや実証事業などで商品の市場適用性を検証しています。まだまだ、被災地は苦しい状況が続いております。ですので、ぜひですね、皆さん、この石巻の復興、継続的に見守っていただくとともにですね、機会がありましたらこの石巻
ぜひ訪問していただけると幸いでございます。地元の企業などと連携した商品開発、被災地の産業復興を目指した石巻専修大学の挑戦は続きます。